い、どうも、ナブチャンネルの大ちゃんです。どうも放送朝だけど、今夜です。はい、今日はね、はい、こちら、あの、ヒデテカシマで出店してる時にな、いただいたプレゼント飲んでみたいと思います。はい、割れないつも俺だけ飲んでな、うん、ね、なんでか知ってるか、ここに酒があるから。本日はこちらいただいたチタでございます。知ってるチタって、うん、え、うん、チタって書いてあるもん、チタ、うん、こちらの方な、ちょっといただいてみて。他がひどくていいよ、うん、せっかくいいお酒なんで、うん、な、じゃあちょっとロックでいただいてみて、うん、他にはちょっと微妙な。ちなみに今日は、はい、ゲストのお父さんもいます。何でございます。今日はあのおっさん二人で酒飲みです。じゃあこれいただいて、いただいて、はい、どうぞ。お疲れ様。乾杯。お父さんビール飲まして俺だけチタ飲んでから。うん、あ、匂いがめいいな、芳醇な匂いがする。あ、おいしい。あったかくねえのにふうってやっちゃってる。なんで？わかんねえ。やべえな。うまい、奥深い味がするのかな。アルコールはこれ40くらいあるんじゃない。43、まあ、飲むとやっぱ変わったくるな、いい感じ、うん、今日はよ、お父さんと一緒によ、うん、阿部くんとこの塩辛食ってよ、うん、俺動画出したっけ、お父さん塩辛食いながら酒飲みに行きますってコメントよこしたから。塩辛食いながら一緒に飲むから。ウイスキー塩辛も悪くねえな。日本酒かと思った。日本酒な。日本酒だね。これ濃厚でうまいな、この塩辛。うまい。だって今日言ったけど、すぐ売り切れだったっけ。人気商品だからな、うん、これとこう、この塩辛がね、手作り、店の度は全然違う。あの、味濃くてシャバシャバしてねえから、こう、旨味がざわっと飲むのね、うん、あとこれ、俺の先輩からいただいたこれ、カマンゲーシリメンでございます。これもうめえな、うん、もう十分だね。あとはゆっくり訂正するしかねえな、それ。ゆっくり飲んでね、しゃべって。ところで最近の調子はどうなんですか。ワンワンです。昨日、ブロック取ってきた。あ、見たことない。忘れてるね。あれ何でもいいけど。仕事をするんだ。サコタになってやる。サコタン。サコタン。サコタンだった。腰の。いや、さすが濡れちゃった。ブロック組していやさすが投げたって。とりあえず、今日は、あの、ね、ママちゃんとこのお父さんと一緒に、ゆっくり、あの、いただき物をチタ飲んで、楽しみたいと。こちらの会話見てたってあったりがね。美味しいもん食って、美味しい酒飲んで、笑って、あとは寝るだけです。もう明日休みだから。あとは休みだから、あとゆっくりやります。二人だけでぼち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 。じゃあそういうことです。すいません、あのいただき物美味しくいただきました。塩辛も美味しいです。カツオは食ってねえけど最高です。チリメンも最高です。まだんだとこれ。あ、こいつカツオの、こいつはなんかお兄ちゃんが稲田とカツオをタツ揚げにしてタレからになったね。これうまそう。これは美味しいんです。
俺しょっちゅう食ってから俺はいいよ、うん、めべでも引いてからいいんですよ、うん、うまい。これはあの定食の付け合わせに作るって言ったんだ、うん、見えなこいつ今日は日本酒だね。日本酒もありますよ。いいやついいやつ、いいやつ、うん、もらいもんだけど、うん、いつももらってるやつだ。いつももらう。いや酒飲んで止まんなくなっちゃうな、うん、お前も飲みでべよ、うんうん、じゃあ今日はどうかしめていいよ、うん、みんなで仲良く飲むべ、うん、店も閉めるわ。でももう終わりだからな、まだ時短だからな、ま時短だから、でも7時終わっから、うん、7時の終わりだからもはやだな、もう6時半だわんな、うん、な、うん、今日は静かに、じゃあ家族だけで、うん、ご飯食いながら飲みたいと、うん、いいか、うん、じゃあそれではまた皆様会いましょう、うん、今日はあのスーパーゲストのお父さんとゆっくり飲みます。もう酔っ払ってんな、うん、そういうことでね、またくだらない動画ではございましたが、皆様の応援をお待ちしてます。よし、じゃあまた皆様会いましょう。どうぞ。チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。なかなかの動画だけを楽しんでます。楽しく撮ります。またね。おお、バイバイ言ってたけどよ。待ってろ。これ。これあの近所のおばちゃんがよ、ぼっちゃんかぼっちゃなんだな。作って食っちんだけど。もろたけゆうたくんがいい感じだから、これ癒しの動画ね、これがママちゃん、ママだって、これがゆうただ、うん、でこれが俺だパパ、うん、そっくりだ。でもらっておめえ1週間経ったっけ、これ俺の穴もチリチリになってきてよ、パーマネントになった、パーマネント。いいね、自分パーマかけてもパーマかけてやばくね、うん、ゆうたのいいやべえよな、うん、いや面白いな、こうやって考えんだもんな、うん、ただ飾っとくんじゃなくて、これは3つあるから、うん、パパとママとユータだねっつって絵描き始まったから、ね、うん、しかもちゃんとサイズ感ちゃんといいね、ちゃんとね、うん、やっぱ大きさ考えてやってるもんな、これ逆だったら面白いな。キミーちゃんですなって言うかと、普通のカボチャ持ってきたらお前キミーちゃんだったと思うよ。君、あ、二つ持ってこないと。あ、おじいちゃんだな。じゃあ、じっちゃんちょっと痩せてから人参でも持ってこう。あとじっちゃんも混ぜて飲むべや。うん、いや、ゆうたくんどこ行ったんだ。そうだね。こんな酔っ払いの女二人さ、かまったらゆうた怒っちゃうな。うん。ヒヒヒヒヒヒって言ってる、実も仕事なんかして飲むとは飲むでや。俺は飲まねえって、俺は今から出かけんだって。学校だけ、学校さ行く、夜間学校さ行くから定時制作よって言ったら毎日定時制な、職場、職場かな、あかねあかねくねえ、職場は朝から行ってんだけど、うん、夜だったら定時制だから夜間しか行かねえから、ほんと何も2時間くらいしか行ってんだけど毎日行くから日課だな、うん、ルーティンルーティン実地ルーティン、銀玉だもん、銀玉そう、そわそわしだすかな、もうダメだろ、そろそろそわそわしだすから、昔はよってこっちから入れてこっちから弾くんだぞ、うん、今は楽なんだっすよ。よくわかんないけど。わかってる、うん。昔のパチンコって上から玉落としてパチンコって言ってるし。ああ。どうやってやってるの。だ。で弾くの。わかんねえ。弾くの。どっちどっちだいきな。でもたまねえだわ。おお。わ。くたまねえ。ビディア。じゃあだ。ほら、俺ねえわ。俺の時はベニヤはねえが。センターホールあった。この話を聞いて懐かしがってる人もいるだろうね。ああ、ま、曲がる人はな。下方タクシーの向かいさんさ、ベニヤ。場所は知ってんだけど。
バイトに出てたし、うん、父時間もしてからいやこの話は、うん、あとゆっくり聞くからシャトル学校坂に来るのよ学校に行く時間だから遅刻そこまとりあえず、はい、今回はじゃもう一回バイバイだけどな本当は本当にバイバイしますね。ということで最後は可愛いゆうたくんが描いてくれたこのかぼちゃさんたちな、うん、あ面白いなこういうのいい思い出になったこれ、うん、ないやいやもう大きくなったら忘れっけたいかなだってな動画と残ってんだからいいやな俺も呼ぶ言ってたからな、うん、もういいもういいあもういいもういいがもういいとまあゆたくは俺みてえな息子にならないようにお願いします、うんはい、じゃあそういうことでまた皆さんお会いしましょう今度こそ本当に、うん、じゃあまた会いましょうグッドボタンチャンネル登録よろしくねバイバイはい2回目です正午だバイバイ学校がおはようだくだらねえくだらねえ